漫画、ドラマ、ゲームをご紹介しまーす。そんなの挟んでよくないみたいな、うん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 、ね、もう今日はぶっちゃけ会にやりたいんですけど、うん、僕はやっぱりドラゴンボールもさ俺3回中3回とも不倫の話だったんですよ誰か不倫してるの不倫やないか、だから不倫のドラゴンやんか。ドラゴンクエスト言うたらテキ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 やけど、ファイナルファンタジーって言ったらシャイン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 どうも、カイサクです。どうも、ヨミサクです。さあ、今日なんですけども、カジサクとヨミサクの好きな漫画、ドラマ、ゲームをご紹介しまーす。やっとー、そうなんですよ、これちょっと今日ね、やっていきたいんですけども、実はですね、やっぱりまあ今、ステイホーム、おうち時間だったりするじゃないですか。その中でまあいろんな企画を考えている中で、こういうのも一つやってもいいのかなと。すごいと思う。結構ね、コメント欄の方でもあるんですよね。嫁サックのそういうの知りたいだったりとかがあったりするのでですね、今回は私、カジサクと嫁サックの好きな漫画と、ドラマと、ゲーム、こちらをちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか、この企画は。いや、素晴らしいと思います。あ、本当ですか。やっぱりあの意外とお二人のそういうのって知らないんで、はい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 、だからすごい興味あります。ただね、トンボさん、はい、ちょっと心配なのが、まあそのやっぱり私カジサックちょっと昭和なとこありまして、ジェネレーションギャップがすごいんですよ。いや、そうなんですよね。そこも僕は確かにちょっと心配です。まあ漫画はいけると思うんですけど、ちょっとドラマとか、まあ、ゲームになってくるとちょっと心配だ。その辺は嫁さくに補ってもらおうかなと思ってるんですけどもね。そうですね。まあでも私もちょっと心配偏ってないですか、大丈夫ですか。言うて35になりますから。そうやなだからまあ、ね、この世代のね人たちがまた楽しんでいただけたらなと思いますんで。いやでもその若い世代もそのあ、そんなのあるんだって知れるきっかけになると思うんで。確かに。今もういろんな媒体があって、昔のやつとかも見れたりするからね。そう。オッケー。じゃあとにかくもうガチンコで今日は解釈で読みさせても好きな、いろいろちょっと言っていくんで、そんな動画になりますんで、本日もどうか、せーの、オナーシャス。さあ、というわけでですね、今からですね、好きなまずは漫画をご紹介していけたらなと思いますけども、どっちからいく？じゃあ、カジサックから行く？じゃあ、私、カジサックから行かせてもらいます。僕ね、結構漫画大好きで、正直、YouTuber カジサックになる前までめちゃくちゃ漫画ですよな。もう、移動は基本漫画読むぐらい好きで、ちょっとカジサックになってからしばらく読めてなかったりするんで、ちょっと最近の漫画は知らなかったりするんですけど、まあ、どうしようかな。じゃあ、まず、間違いない漫画。てか、僕の中で、過去、こう、読んできた漫画の中で気持ちよく追われた。っていうやつ。スパッとね。スパッと。だ完結 してるやつ。僕の中では、デスノートです。あのね、やっぱり設定がもちろん面白いし、もう一緒に飲んでたもんね。し、何よりもやっぱり一部と二部があったりするんですけど、全部終わるまで確か14巻ぐらいで終わるのよ。ああ、確かにね。そう、終わり方がね、スパッて終わったというか、ちょうど良かった。僕の中で。結構ね、こんなん言うとあれですけども、漫画によってはさ、あれやぶっちゃけた話、もう、そんなの挟んでよくないみたいな。ね、もう今日はぶっちゃけ会にやりたいんですけど、僕はやっぱり、ドラゴンボールもさ、大丈夫そこ。いや、正直言おうよ、今日は。僕はナメック星が最後で良かったと思ったんですよ。ナメック星が最後ですか？僕、ナメック星めっちゃ面白かったんですよ。だからフリーザの戦いで最後ってことですよね。そう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 。だから僕はそういうタイプで、その中でデスノートはなんかスパッとこう良き感じで終わったんじゃないかなって思いましたね。じゃあカジサックの中で、L 戦がまずあるじゃないですか。L 戦、はいはいはい。バーサス L。その後のバーサスキラとニアでしたっけ。二代目ですよね、二代目。二代目名前何だったっけ。ニアじゃない。ニアか。そのニアのところも含めて素晴らしいってことですよね。素晴らしかったと思う。人によっては L バージョンで終わった方が良かったんじゃないっていう人もたくさんいると思うんだけど、俺は、カジサックはニアも十分楽しめたから。なるほど。僕はちょっとデスノート好きやなぁ。どう？私、もともとデスノートっていう漫画は知ってたけど、あんまり、読もうと思わなかったんだけど、あ、最初ね。そう、カジサックに勧められて読んで、すごい新しいよね。そうやろ？悪役が、そう。
あの主人公っていう。そう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 。うん、やっぱり僕解作 B 型やから B 型ってすぐ人に読ませようとする癖があるからさ。本当ちょっと、ま、ええー、かほんま騙されたと思って読んねっつってな。もういい。じゃじゃマジ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 。いやもうって言ってね。そう。でも嫁作がもうしゃないなーって読んだらおもろいやないかってなったってこと。うんうん、そうなのよ。でも結構意外ですね解作なんか。うん、何が？デスノートって結構その字が多いじゃないですか。やらせよ、ほんま。何や思てんねん、俺のこと。小一や思てるやろ、俺のこと。いや、俺は。なんか結構意外だなと思って。いやいやいや、めちゃめちゃ好きよ。でも、いっぱいある、ま、ちょっと漫画なくなってもいい？うんうん。全然。他で言うたら、完結してるやつをまず言うわ。うん。僕ね、東京グール大好きなんですよ。これ嫁サックも大好きなんですよね。面白い、大好き。ちょっと嫁サック東京グールについて、これ二人ニコイチだと思うから、ちょっと喋って、うんうん、東京グールについて。まあ何よりも、やっぱり絵が綺麗。うん、絵が綺麗。確かに絵上手ですよね、うん、めちゃくちゃね、うん。絵が綺麗だし、悪役がどんどん変わってく感じ。うんうんうん、こう倒そうとする敵がさ。そうね。そう。で、すごい綺麗にスパッて終わったなっていう。そこもそうだったね、うん、確かにね。ああ長さ的にも良かったし、うん、何よりもやっぱり漫画のさ、やっぱりさ、安武さんとおもさん。はい。つかみってすごい大事じゃないですか。うん。大事ですね。そんな中で、東京グールのつかみって抜群だったんですよね、僕の中で。うん。あの、いきなり、まあ、あんまり見てない人のためにちょっとネタバレになるからあんまり喋られへんけど内容は、なかなかの衝撃じゃなかった、最初。衝撃？ね、主人公が、え？みたいな。うん。それで言ったら巨人とかもそうだと思うんだけど、進撃の巨人とかも。うん。うんやっぱりスタートのつかみが僕グールでガッていかれたね。やっぱり成長していく感じも良かった、主人公が。主人公が成長していく感じも良かったな、うんうん、もうこれ絶対勝てないじゃんっていうところもこう、うん、ちゃんとこう成長していった感じがすごい良かった。そうですね、うん、僕らおすすめの東京グール、まあ、おすすめのっていうかもう有名ですけどね、うん、はい。ヨモサックは他ある？私はあのいろいろ分けて喋りたいんだけど。何？どういうこと？私すっごい漫画がちっちゃい頃から好きで。漫画大好きなんですよ。そう、うん、小学校の時はもう全種類読んでた感じ。うん、あの、リボン、うん、チャオ、で、花と夢っていう、こう、雑誌があるので、あれは、ジャンプサンデーマガジンみたいなのかな？そう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 。なるほど、うん、それも結構全部読んでるぐらい好きだった。大好きだったよ、うん。その中でも、私は花と夢派だったので、それで好きだったのが、やっぱり赤ちゃんと僕。赤ちゃんと僕。うんうん、赤ちゃんと僕知らないですね。僕も知らない。君と僕さんっていう面白いコンビはいたんだけど。いましたね。もともと柳ギブソンさんがコンビでやられてた君と僕さんっていうシュールなコントをするとは違う。違う。違う。赤ちゃんと僕。そう。どんな話なの？これが少女漫画なんだけど、うん、恋愛がほとんど出てこない。珍しいよね。少女漫画ってそのイメージがあるけど。女の子が主人公じゃない、しかも。うんうんうん。小学校5年生の男の子が主人公。あ、5年生だったか6年生だったかちょっと覚えてないんだけど。でもその少年と赤ちゃんの話みたいなこと？少年と弟が急にお母さんが亡くなっちゃって、うん、そう、二人で頑張って、こう、お父さんと男の子と弟で、こう、生活していくっていう。赤ちゃんを育てる。そうそうそう。みたいなことかな。そう。あ、面白そう。確かに。でもさ、やっぱり4作ってその時から、赤ちゃん好きやったんや。いや、そういうことじゃなかった。そういうことじゃない。なんかやっぱり、4作で赤ちゃんめちゃめちゃ好きなんやっていうキャラクターっていうか、まあ好きなんですよ、実際。キャラクター。赤ちゃん見たら泣くねんもん、外歩いてて。そうそうそう。ぐらい赤ちゃんが好きなんですけど、うん、だその頃から好きやったんかなと思って、そうではなかったやん。そう、それに出てくる赤ちゃんは、赤ちゃんって言っても、こういうバブバブじゃなくって、そう、保育園に行ってる子なの。ああ、そういうことね。そうそう。じゃあ正確には赤ちゃんじゃないってことね。うん、そう、幼児。だから幼児と僕っていう漫画でいい。そうだけど、そうなんだけどな。そうなんだけど。あ、今もう嫌われてる俺。今めちゃめちゃ嫌われてるわ。でも人気あったんですよ、すごく。え、安武知ってんの？はい、アニメ化もされましたしね。すごいなぁよ、安武は漫画詳しいのよ、すごく。すごい。赤ちゃんと僕知ってるなんてやっぱすごいですね。すごいいいんですよ、はい。でも俺とトンボは君と僕さん知ってるよな。知ってます。めちゃくちゃ大好きでしたから。おもろかったもんな、ほんまにな。はい、めっちゃおもろい。いや、もう本当に泣けるの。おすすめ。完結どれぐらい単行本出てんの？
好きなのにちょっと覚えてないけど。いや、そこ知りたいって、どれぐらいなんかって。いや、でも、もう、ちゃんと完結はしてるし。うん、分かってるわ。そう。そういう話でしたからね、うん。そう、なんかそのね、その男の子の心が成長していく過程、うん、こう、小学生なのに、僕はなんでこう、弟を育てなきゃいけないんだっていうとことか。なるほどね。そう。うん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 、そう。で、お父さんも、やっぱり、家に帰って来れなかったりするときに、うんうん、その男の子が、こう、料理とかもするの。そう。そういう成長する過程とか。ちょっと読みたなってきた、俺も。カイザク、これ、はい、今ちょっと調べたんですけど、はい、全18巻ですね。わちょうどやな、うんうん。確かに18巻ちょうどええかもしれないですわ。うん、はい。ちょっと読みたなってきたから、ちょっと時間つくと読もう。うん。これはもう一回読んでもいいぐらいもんな。いや、もう全然読んでもいいし、うん、ちょっと本当に、中学生とか、うん、若い子も読んでほしい。なるほど。うん。すごくよかった。わかりました、うん。他ありますか？他は、うん、本当その、若い子向けで言うと、うん、子供のおもちゃ。子供のおもちゃ。ああ、なるほど。また子供が出てくるんですね。お前、だから好きやろ小学生なんだ。だから小学生とか中学生の時に読んでたから。うん。そう。そういう話やっぱり好きなんやろ、絶対。いいそれはどれぐらいあるの、うん、もう完結してるでしょ完結してる、してる、うん。どんぐらいかは知らない。なんなんカモさん調べてください。え、安田ジャミーしてたの安田ただ、うん、これもすごく人気があって、アニメ化もされてます。ああ、やっぱりそうなんや。ちなみにそれはどんな話なの？その、うん、女の子が、小学生の女の子なんだけど、うん、はいはい。本当に人気子役タレントみたいな子で。あ、子役、主人公が子役タレントなの？そう、うん。やっぱりもう時代なのか、うん、その、さんまさんのさ、うん、大先生あったじゃん。さんまさんの大先生。あ、さんま。あっぱれさんま大先生。そうそうそう。はいはいはい。漫画の中で、あれのパロディみたいなのに、出てる子役みたいな。うん、位置づけ。ああ、なるほど、うん。位置づけ的にはそういう位置づけで。うんうんうん、はいはいはい。で、CM とかももうすごい出てて、もう大人気の子役の子なんだけど、うん、すごい、笑わない男の子と出会って、すごい変わってくみたいな。それはいい方に変わっていくってこと？うん、二人とも、二人の、こう、心の中がどんどん変わっていくっていう。あ、二人とも変わっていくね、うん。なるほど。それで言うたら、チームカジサックと中野くんの話に似てるな。確かに。確かに。最初出会った時に中野くん全然笑えへんかったから、うんうんうん、そっからお互い変わっていったもんな、なんかな。いや、本当に。だからカジサック、そういった意味では感情移入できて、めちゃくちゃ楽しく読めるかもしれないですね。そうかな。なんか、友さん調べてくれました？はい、ちなみにですね、全10巻です。あ、結構短いんだ。うん。うん、じゃあ読みやすいかもしれないですね。読みやすい、めちゃくちゃ。うん、うん。ねえ。あともう一個あるの。おう、何？あのね、この世界の片隅に。この世界の片隅に。うん。知らんな、俺。これ、アニメ映画が、うん、すごい、小規模でやってたの、うん、映画館でね、うん、まず、うん。で、それが、どん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 口コミで話題になって、すごいロングランした、うん、すごい有名なアニメ映画。うん、有名なの、うん、めちゃくちゃ有名ですよ。安武やっぱ知ってんの？これちなみにすごく有名で、ドラマ化もされてますからね。いつぐらい？去年かな。あ、最近やろ、だから。去年か一昨年。これ知らんかった。すげえ面白い。それが、それの原作が漫画なんだけど、うん、その原作漫画を、私もそのアニメがすごいロングランしてるっていうのを聞いて、買ったの、うん、漫画を、うんうんうん。で、上、中、下、3冊しかないんだけど、はい、もうね、すごいいい。広島の、戦時中の話。あ、余計やんじゃ。うん、広島出身なんで、うん、嫁サックは、うん、余計それで感情移入もできるしみたいなことかな。そう、やっぱ広島出身だと、うん、めちゃめちゃその小学校とか中学校で戦争の映画を毎年見させられるんだけど、うん、なんかその悲しい映画はすごい見てたんだけど、うん、この漫画はほっと日常の広島の女の子の話だから、うん、のほほんとしてる日常が戦争中だけど流れてるんだよっていう。面白そう、うん、っていうかまあほとんどの人が知ってるんやろうね。うーん、有名で、もうそう、こういう時にちょっともう本当バカ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 って思うな。
なっちゃう。もうその、どうして知らないんだって思うよね。ね、うん、はい。まあでも漫画言うたらもうね、喋り出したらキリがないんですけど、うん、まあ他なんかで言うてもね、僕、キングダムも大好きだったりしますし、完結してないところで言うと。ずっと面白いもんね。ずっと面白い。長くても面白い。うん、とか、まあ、ワンピースももちろんそうですね。ナルトとかも好きでしたし、もういっぱいあるな。うん、20世紀少年とかね。20世紀少年、あ、20世紀少年めっちゃおもろかったな。だからこれちょっともうほんまに話し出したら止まれへんから、うん、もしこれもし評判がよろしかったら、また漫画編止まったらよろしかったら、また漫画別でやってもいいんじゃないかなと思いますわ。うん、今回はちなみに漫画と、あとドラマとゲームですから、うん、ちょっと次行こうか。うん。次はドラマやっていきたいと思います、ドラマ。よいしょ。じゃあ、私から行こうかな。行く？うん。嫁さっから行きます。ほら、今、Hulu とか、うん、あの、Amazon プライムとかで、いろんなのが見れるじゃない、うん、まあ、いろんな媒体がありますわ、はい。で、私は、海外ドラマが大好きなの。海外ドラマ、すっきゃわー、海外ドラマ、うん、はい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 。うん、で、その中で、やっぱり、すごい好きなのは、うん、グレイズアナトミー。あ、聞いたことある？うん、言ったから。あ、言ってくれてたから。うん、グレイズアナトミーは聞いたことある。見れてはないけど、はい。で？すっごい長く続いてんの。19年ぐらい、今。そうそうそう。すっごい続いてる。十何年も続いてんの、そんなに。そう。グレイズアナトミー？グレイズアナトミー。どんな映画なんですか、それ。映画というか、ドラマですか。医療ドラマです。医療。それ水溜りボンドのトミーさんは出てんの？トミーさんは出てないです。え、でも、アナトミーって言ってるけど。出てないです。出てない。トミーさん、トミーさんが穴掘るとかではないってことね。ないですね。違います。うん。続かない。19年続かないですよ、それだったら。穴掘る映画は。わからんやないか。またトミーさんなら続く可能性あります。確かに。ごめんなさい、もう邪魔しません。はい。で、そう。それがやっぱり医療ドラマとしてすごい面白いのと、うん、あとちょっと、まあ、怖いのが苦手な方は、あれかもしれないけど、うん、やっぱクリミナルマインド。あ、その聞いたことあるわ。うん。私が言ったから。全部そうやないか。全部そうやないか。教えてくれんねん、嫁さくが、ちょっとちょっと、言うて、カジサックを言うて、これ面白いから一緒に見ないっていつも言ってくれんの。うん。怖いからね。そう。でもなかなか僕やっぱ仕事もあれやから、時間がなかなかなくてっていう状態に、見れてないんですけど、やっぱ面白いね、うん、面白い。有名やもんな、うん、あとは、デスパレートな妻たち。あ、不倫のやつ？不倫、あー、うんうんうん。なんか俺横から見たことあるもん。デスパレートの妻たちをね、リビングで見てて、僕が横目でこうやって見てる時があって、うん、その、何回かの俺、多分ね、うん、3回ぐらい横目で見たんですよ。うん、あ、また見てはるわ、思って。うん、で3回中3回とも不倫の話だったんですよ。誰か不倫してるの？不倫やないか、だから不倫のドラマやんか。4人主人公がいて誰かが不倫してる。不倫のドラマやないか、だから。なんで俺が言ったら不倫のドラマやろって言ったらお前、んって言ったの、そうだったっけと思ったけど、そうだ、ね。4人中4人誰が不倫してないね、だって。そう。びっくりした、俺3回中3回だって皆さん。パッて見たら、あの人は絶対怪しいわとか言うてるシーンばっかりやん、ね。そう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 。なんちゅうドラマ見てんねん、思って。な、っていうか、なんちゅうドラマ俺に勧めてきてんねん、面白かったからない。でも面白いね。そう。じゃあ、基本的には、嫁さん、じゃあ、日本のドラマというか、海外ドラマが好きってことね。うん。おすすめ。日本のドラマはやっぱり、コウノドリとか。あー、聞いたことありますよ。うん、あの、産婦人科の先生の話。ですよね。うん。聞いたことあります。ですよね。ですよ。倍返しさんとかね。あー、半沢直樹も面白かった。倍返しねえよ。え？なんすか、倍返しさんって。いや、倍返しさんでしょ？半沢直樹さん？半沢直樹さんですよ。あ、半沢直樹さんね。とか。うんうんうん。流行ってましたよね。そうそう。僕じゃあいいっすか？うん。ちょっと僕フルなるんすけど。はい。もう、本当に好きです、このドラマ。はい。いいっすか？うん。パパとなっちゃんです。何がおもろいねん。何がおもろいねん。いやー、なんか、そればっかり言ってますね、なんか。マジで100回ぐらい聞きました、俺。これはもうね、絶対に名作なんですよ。まあ、知らない方の方が多いかもしれないんでね、ちょっと説明しますと、まあ、簡単に言うと、まあ、主人公、田村正和さん、うん、はい、そしてキョンキョンさんなんですよ。で、ちなみにダウンタウンの浜田さんも出てます。うん。そうなんですよね。そうなんですよ。話はすごくベタなんですよ。もう、
田村正和さんが、まあ、父親一人で、娘を育てていると。そんな中、娘さんが、こう、どんどん、まあ、キョンキョンさんなんですけど、キョンキョンさんがすごい成長していって、いずれ結婚していくっていう、すごくシンプルな話なんですけど、もうすっげえ感動すんの。もう、田村さん、失礼。正和さんが、失礼じゃねえよ。失礼じゃねえよ。本当にお芝居がやっぱりすごくて、そしてキョンキョンさんのあの可愛らしさ、そしてキョンキョンさんの歌、あなたに会えてよかった。うん、うん、名曲。もう大名曲ですよ。もう結婚式流したら 100% 泣くでしょっていう歌だったりするんですけども、これはね、もうぜひ皆さんに見ていただきたいドラマの一つですね。うん。で、僕のイメージですけど、やっぱりドラマって、最近の見れてないんですけどね。東映ちょい前とかは知ってますよ、うん。やっぱり昔のドラマが面白かったって結構言われてるじゃないですか。面白かった、昔の。ね、うん、じゃないですか、うん。やっぱり理由っていくつか僕あると思ってて、まあこれたくさんの人に言われてると思うんですけど、やっぱり一番はやっぱ携帯ですよね。携帯電話が普及したことによってすれ違いができなくなったじゃないですか。ああ、そうですよね。で、僕もう一個好きなドラマが東京ラブストーリーは突然になんですよ。多い、多い、多い。多いですよね。え？多いよ。何が？え、東京ラブストーリーじゃないの？東京ラブストーリーは突然にじゃないの？カンチ主題歌。東京ラブストーリーで、その主題歌がラブストーリーは突然になる。一緒だ。え、どういうこと？だから、カジサックの今言ってるのだと、うん。ドラマに小田和正さんが出ちゃってるんですよ。くっついてる感じですよね。小田和正さんが完治になってるってこと？そういうことになっちゃってるんですよ。え？俺は何を見てたの？東京ラブストーリー。ラブストーリーは突然にが 主題歌なの。あ、そういうことか。ドラマ自体は東京ラブストーリーで止まってたっけ？そう。そう。失礼しました。すいません。もう天然、ごめんなさい。すいません。なんせ言いたいのは東京ラブストーリー。うん。とかもやっぱり携帯がなかったからあのすれ違い、カンチとね、鈴木保奈美さんの役の名前何でしたっけ、うん、リカですね、リカさんのあのすれ違いがやっぱりできたわけで、やっぱ携帯ってでかいなっていうのと、あとやっぱり比べるとね、ベタな話が多いよね、うん、本当に分かりやすいお話が多かったのかなっていうのと、うんうん、あといろいろちょっといい、ごめん、うん、これもちょっとすごい嫌われるかもしれないんだけど、僕やっぱり役者さん、最近のドラマだったりするのかわかんないけど、そのいわゆるなんていうの、主人公、うん、かっこいい主人公、イケメンだったりとか、うん、茶髪ってどうやねんと思っちゃう俺は。昭和。どういうこと。全然気にならんけどな。もうやっぱり俺の中で、はい、主人公これぞ演技、イケメン俳優ってやっぱり、織田裕二さんとか、うん、真田広之さんとかなんですよ。黒髪じゃないですか。そこ？いや、俺でかいと思うね、マジで。俺マジででかいと思ってて、やっぱちょっと、ちょっとね、ちょっと安く見えちゃうのよ、茶髪って。なるほどね。やっぱ、ドンってしてないのよ、どうしても。お、例えばじゃあ、東京ラブストーリーは、で、危ない、今。また続きそうだった。わー言ってた。例えば、東京ラブストーリーで、織田裕二さんが茶髪やったって考えてみ？見てないの？マジかー。しゃあない。それはしゃあない。うん、どう思う？まあ、確かにちょっと、なんか、チャラく見えるんですかね。なんか俺はちょっとね、勝手な思いですけど、やっぱり黒髪、短髪でいてほしいなっていう。古いな、考え方。ギバちゃんってことですね。ギバちゃん最高、ギバちゃん最高やん、やっぱり。そうですね、やっぱり、うん。いい役者さんですね。いい役者さんですよ。でもね、うん、ごめんなさい、こんなん言うといてあれですけども、そこの流れを大きく変えて成立させた方って木村拓哉さんかもね。確かに。ロン毛で、ちょっと茶髪で、みたいな。そうですよね。でもそこまで茶髪ではなかったけどね。だからおそらく、この世代の人たちで一番多いのはロングバケーションが好きとかも多いと思うんですけど、うんうん、僕はもう一個掘ってしまうのよね。パパとなっちゃん。うん、僕、小学校の時やから、ちなみに。小学校、僕の小学校の僕が、そのパパとなっちゃんを見て号泣したから、最終回。
それすごいっすよね、でもね。大号泣したから、感動というか、なんというか、もう田村さん、失礼、正勝さんの。いやいや、いいんですよ、田村さんで。キリンさんになってくるやん、田村さんって言ったら俺が。いや、別にならないですよ、この流れで。うん、とにかくね、見ていただきたいなと思います、パパとなっちゃう。やっぱり、古畑任三郎とか、いつ見ても面白いもんね。面白い。最高。白い。本当に最高なんですよ。うん、ごめんなさい、ちょっと、なんぼ喋ってもこれ、長なってまうから、そろそろドラマ終わりにしましょう。一個いい？来たよ。ジンが好きです、私。ジン。ああ、ジン。ジン。ジン、面白いですよね。うん。うん。お酒の話ですか？人狼ですか？それは人狼ですか？よくわかりましたね。早かった。ちょっともう知らんねん、俺、マジで。ジンは、現代にいるお医者さんが、あ知ってる？うん。あの方ですよね。そう。そう。あの方。あの方が演技してるやつですよね。そう。この方。はい、あの方。あの方の名前が確か、あれですよね。塩顔ですよね。塩顔です。そうそうそう。塩顔です。ですよ。うん。ワンちゃんみたいな顔されてますよね。ワンちゃん？ワンちゃん？ちょっとヒントちょうだい。ちょっと甘えてる人ですよね。誰だろう。誰だよ。誰甘えてる。誰って。どんどんずれていくよ。もういいよ、言うて。私もわかんない。なんでだよ。ひどいな。なんでだよ、もう。もうむちゃくちゃだよ。すいません。そう、綾瀬はるかさんと、うん、どうぞ。大沢たかおさん。そう。大沢たかおさん。そう。うん。それは有名やったよな。うん。あれ、ジンさんやったっけ？ジン。あれ、ジンさん。やっぱ面白い。面白い。で、うん、それに出てくる、うん、うちの、西洋さんになったんでしたっけ？うちのさん。うちのまさ、まさ、な。読み方がね、あれ変わったんですよね。うん、あ、変わった途中で、うちのさん。はい、うちのさんがやる、坂本龍馬がめっちゃうまい。へぇ、お芝居が。もう坂本龍馬にしか見えない。うん。俺より龍馬だったことね。坂本龍馬だった時あったやろ。こんな髪じゃなかったよ。いや、二人ともさ、龍馬に行くでめっちゃハマって。うん、漫画でハマった。マジコーチ行こうって言ってた。漫画の話に戻っちゃってます。ごめん。でもあの時俺龍馬っぽく接してたつもりやってんけどね。おるよか、やっぱり、内野さん。いや、もうコーチ弁がめちゃめちゃうまかった。うん、やっぱりそりゃプロの役者さんやからね。そういう一流の方ってやっぱすごいよ。うん、やっぱうちのさんが出てるドラマはやっぱりもう上手だから面白い。面白い、うん、ということで。以上がドラマで。ドラマです。じゃあラスト、ゲーム。ゲーム。はい。うん、どっちからいきますか？じゃあ私からいこうかな。じゃあ嫁サックからゲーム。はい。うん、お願いします。キングダムハーツです。やった！出ました！ほんま好きやな。大好き。あれはもう本当に、初めて全クリしたのが、うん、ほんと、弟と学生時代だったんだけど、うん、終わった瞬間に一人で拍手したの。あーゲームでわーって拍手して素晴らしいっつって。そう。ミッキーかっこいいっつって。ミッキーかっこいいっつって。あー、僕がね、ずっとこれ、嫁サックにまたね、海外ドラマと一緒でキングダムハーツやろうよ、やろうよって言われてるんやけど、うん、やっぱりゲームって好みあるじゃないですか。はい、キングダムハーツのお話動向ではなくて、うん、僕個人的にロールプレイングで、あの戦闘が苦手なんですよ。キングダムハーツの、あれ、いわゆるなんていうの？いわゆる、アクション RPG ですね。そう。あれがね、やっぱ僕古い世代で、やっぱりドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーで育ってきたんで、やっぱり戦闘に入ったら、テケ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 ってなって。こうなってほしいタイプやから、どうしても戦闘がね、ダメでね、僕はやってないですけどね、ウルムサク大好きで。大好き。話、やっぱもうディズニー大好きだから。そうね。そう。ディズニーの話の中にこう入っていくっていうのがやっぱ楽しい。楽しくて。もうほとんどやってるから。うん。キングダムハーツ。はい。すごいですよ。でも新しいのとかだと、それこそ穴行きとか、うん、そういうのも。穴行きもゲームあるの？穴行きが出てくるの。
ああ、なるほど、うん。キングダムハーツにね。そう。はい。そういうの横で見てるセンちゃんとかも楽しめるね。うん。そういうことですよ。うん、じゃあ僕いいですか。はい。僕ゲーム結構ね、昔ちっちゃい時好きでね、いろいろやってたんですけど、もう一個ダントツで好きなロールプレイングゲームがあるんですよ。うん。これさっきちょっと言っちゃいましたけど、ドラクエとか、うん、ファイナルファンタジーとか、やっぱり、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブとかいろいろあるじゃないですか。うん。はい。もうね、ダントツです、これ僕。うん、ファイナルファンタジー、10! うわー、出ましたー。これね、もう、ぶち抜けてる、俺の中で。これ、嫁サックもやってくれたよね、10。大好き。あれ、確か俺がやってって言ってね、やってくれて。当時、妊娠中にずーっとそれやってた。そうそう。もうね、あれ、映画よね。もう、お話が映画。うん、ちゃんとしっかりお話もできてるし、うん、あの、まあ、戦い方もそうですし、俺最後のボス戦とか泣きながら戦ったもんね。うーん。ゲームでそれはすごいですよね。本気で泣いてたから俺、泣きながら。もうね、あれは今のところ超えてないんじゃないかな。ファイナルファンタジー10が僕は一番です。そして、ちなみに現在進行形で今、嫁サックはファイナルファンタジーやってるんですよ。あ、そうなんですか？そう。それは何か。そう。あの、ファイナルファンタジー7です。はい、7! あー、7! リメイクで出たんですよね。プレイステーション4で。うん、で、もともとファイナルファンタジーシリーズって、7もものすごい有名で、うん、面白い。名作と言われてるやつですよね。言われてるんですけど、それがまあリメイクされてプレイステーション4で出たんですけども、嫁作が興奮して偉い。ちょっとやりたいみたいになってな。うんうん、7やってないな。やってないの。そうそうそう。で、10が面白かったし、7も有名やしっていうことで、嫁作がもうちょっと、欲しいって言って手に入れて、今、現在進行でやってます。1日30分ずつとか、ね。1日30分ずつやってる。時間限られてる。でもその30分は2人でやってんの。あ、そうなんですね。そうそうそう。あの、春ちゃん寝かしつけた後に、2人で夫婦タイムを言って、嫁作がプレイして、それを横で僕が見るっていう時間を設けてる、今。え、カジサックは見てるだけなんですか？そう、見てるだけ。そう。なんかそう、あ、そっちやでとか、それ使えよとか、そういうなんか、お話ししたりもするんですか？たまに入れるねんけど、はい。嫁サックが嫌がんのよ。自分で考えたいんだ。その、もう黙っといてみたいな感じを出すの。言わない。嫁サック言わないけど、その感じを出すから、俺は黙って見てるようにしてる。で、めちゃくちゃ、その様子見たいっすね。やったら、お、ポーション。ポーション使え、ポーションってめっちゃ言ってくれてるよ。ちょっと、カジサック。何？ご提案なんですけど、はいはい。ゲームの画面映さなくてもいいんで、うん。二人やってるところをちょっと小部屋とかでちょっと見たいですよ。見たい。いや、はずいよ。俺、ほとんど無視されてるで。だって全然ポーション使えへんねんもん。じゃあ、あれって性格出んのよ。はい、あの手のゲームってやっぱりヒットポイントが結構ギリギリになるまでポーション使わない人と、そうですね、俺は結構早い段階でポーション使って回復したいねん。はいはいはい。嫁サック赤なるまでポーション使えへんねん。ほんでな、聞いてくれる？ほんでな、そのくせな、はい、結構早い段階で死んだりすんねん。だからポーション使わないから。そう。いや、だからポーション使ってよかったよみたいな。ちょっとで倒せると思ったもん。で追い込むんだよ。そう。とにかくね、今はね、嫁作はセブンに今絶賛ハマり中というか、やっております。うん、まあそもそもなんでセブン僕がやってないかって言ったら、やっぱり戦闘なの。うんうんうん。結局そこも。そうか。そう。そこもやっぱり、ショインってなって、戦闘に入ってくれたら俺はやんねん。ちょっとわかりづらかった、これ。なんでやろ、お前。ドラゴンクエスト言うたら、テキ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 やけど、ファイナルファンタジーって言ったら、シャインこれ絶対伝わってるよね、ファイナルファンタジー好きな人。伝わりますね、わかりますね。わかるよな。はい。そうやで、ほんまに。まあちょっとね、すいません、長々と。ちょっと今回。うん、漫画、うん、そしてドラマ、うん、ゲームやってきましたけども。ね、なんかおうち時間で、うん、今、なんかその暇をね、うん、そういうことで潰せたらいいよね。確かにね、皆さんもしよかったらお時間ある方、うん、僕らが今日おすすめしたやつ、まだ読んでないとか見てないとかいう人いたらぜひね、うん、見ていただきたいなと思います。安武さん、ともさん、ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。はい、また、もし好評だったらまたやりましょう、これ。あ、ぜひぜひ。お願いします、はい。まだ言えてないのがいっぱいあるから。いや、俺もあるから、はっきり言うて。うん。
なんもちょっとそういうなんか好きなシリーズなんか、例えば、じゃあ、好きなコマーシャルとか。うん。ああ、いろんなパターンをちょっと聞きたいですね。そうですね。好きなコマーシャルね。うん。うん。トモさん確か、あれですよね。はい。ツバキですよね。なんでだよ。なんでだよ。そういうやつね。そう。真逆っすよ、俺、ツバキ。海作です。どうも、山作でーす。はい、よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、カジサクと山作の好きな漫画、ドラマおい、海作ごめんなさい、もう一回行きます。好きな漫画って言うから、ドラマって言って、うんうん、で、ゲームをご紹介しますけど、うん、すみません、もう一回行きます。どうも、海作です。どうも、山作でーす。さあ、今日なんですけども、うん、カジサクとヨサクのドラマと面白いな。あの、どうしても、はい、漫画、ドラマ、ゲームが言えないのなんでなんだよ。言えない呪いにかかってんの。言えない呪いにかかってんの。何これ、なんかした、誰か。してないっすよ。パルプンってした。してないですよ。どうも、海作です。どうも、ヨメサクでーす。いやー、さあ、今日なんですけども、うん、カジサクとヨメサクの漫画なんだっけ。おー、あれ最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。